日常洋画劇場を今回ご紹介するのはウォン・カーワイ監督のブエノスアイレスです。この映画でいいのはもうとにかく出てくる2人がとてもかっこいいと、それからお金もなくて恋人にも振られた主人公がなんとかこう立ち上がってくる、もうどん底のところから立ち上がってくる様子がすごい人間の力強さというかそういうものを感じさせていい映画です。ちょっとホモが出てくる映画なのでその辺は男の方はちょっとあれかもしれないですけど女の子は大好きだと思います。それでは予告編どうぞ。